名鉄バストーブ株式会社は愛知県に事業を展開していた路線バス会社である。2018年7月1日に名鉄バスへ九州合併された。2008年2月25日に設立、同年7月1日から営業を開始した。名鉄バス及び自治体からの自宅運行と名鉄東部観光バスから継承した路線の自主運行を行った。岡崎、地区の路線では IC カードマナコのサービス開始時からマナコを利用できるようになり、釜マ地区でも2018年7月の名鉄バスへの吸収合併と同時に交通系 IC カードを利用できるようになっている。すべて名鉄バスに引き継がれた。岡崎営業所愛知県岡崎市名大寺長、豊田営業所愛知県豊田市高野市町一丁目、釜マ管理所元 名鉄バスがまごうり管理所愛知県がまごうり市十国町前浜9ライズバス詳細は名鉄バス岡崎営業所参照詳細は名鉄バス豊田営業所参照ここでは名鉄バス統合後の名鉄バスがまご1990年6月に名古屋鉄道がまごうり営業所が分社化されサンライズバスとなるその後1999年4月1日の 三河観光自動車への九州合併により、三河交通、三河交通の名鉄東部観光バスへの営業譲渡を経ても、蒲郡市内を走るバスの愛称として、サンライズバスが使用されていた。しかし、2008年7月1日の名鉄バス東部への営業譲渡により停留所看板が、サンライズバスから名鉄バス使用となり、サンライズバスの愛称は消滅した。 ガマゴーリー営業所管内では SF パノラマカード、マナコなどの IC カードは利用できなかったが、2018年7月の名鉄バスへの合併と同時に利用できるようになった。名鉄バスで唯一豊橋ナンバーのバスが在籍しており、運賃箱や車内放送、運転手の制服も異なるという特徴がある。下記に掲げる路線のルートは一例で、区間の乗り入れ、 短縮折り返しがある。西野浦病院循環線ラグーナ、蒲氷線病院丸山線、蒲氷市民病院への循環経路は右回り経路のみである。フレンドバス、西尾市、壁南市によるフレンドバス運行協議会より受託。マナコが利用可能になるのは、名鉄バスへの吸収後の2020年10月1日であった。 事業そのものの創立は1953年9月30日で、ある。2008年3月31日2008年9月。三河湾周遊コースのほか、西の浦温泉、三谷温泉から、豊川稲荷を経由して、豊橋駅へ向かう便、豊橋駅から温泉直行の便もあった。名鉄バスからの遺跡者がまごおり営業所所属の一般路線車、名鉄バス東部、 フレンドバスともに三菱不走トラックバス車制の車両を使っている。カラーリングは事業者がサンライズバス時代は日の出をモチーフとしたものであった。名鉄東部観光バスに統合後に導入された車両は観光バスに準じて旧岡崎観光バスのカラーである白地に花火をモチーフにしたカラーリングを採用している。三河交通時代に導入されたノンステップバスも 同様のカラーリングに変更された。営業開始と同時期に名鉄バスから三菱エアロバスが数台移籍してきた。これらの車は営業開始以前から観光バスを使用していた蒲氷協定ファンバス、スクールバスに使われる。2008年9月頃より名鉄東部観光バスに統合後に導入された花火をモチーフにしたカラーリングの車両のデザインが一部変更され、 花火のモチーフはそのままで、名鉄東部観光から、名鉄バス飛ぶ表記に改められた。サンライズバス時代の日の出をモチーフとしたデザインの車両は、サンライズバス表記のままであった。名鉄バス受託路線の車両は、名鉄バスの車両をそのまま使用している。また、釜マ営業所管内の一部路線でも、名鉄バスの車両が運用に入ることもある。ありがとうございます。